ジャン・デルビルは、ベルギー象徴主義の美術家、フェルナンク・ノップ・フラと共に、象徴主義のグループ、バラ・十字サロンに出品した。ラファエル全パからの発想を得て、ベルギーにおける美学的ルネサンスを喚起することを目標とする理想主義芸術展を創設した。ルーベンに生まれた。ジップを知らずに育ち、母親は後に、ルーベンで働く士官と結婚し、デルビルの姓を名乗るようになった。 ブリュッセル王立美術アカデミーで、ジャン・フランソワ・ポルテールに学んだ後、ローマやパリ、ロンドンで修行した。はじめ写実主義のスタイルで、ブリュッセル王立美術アカデミー出身者が母体となった美術家グループ、l s o ルの展覧会に出展した。1888年に最初の詩集を出版した。象徴主義に傾倒し、1892年から、 ジョセファン・ペラダンが主催した象徴派の展覧会、バラ十字サロンに出展した。この頃、ピエール・ジャン・ブラックやビクト・ール・ル・ソーラと LS オールの保守的な運営に不満を持つ美術家のグループ、ポアラルを設立し、1892年に最初の展覧会を開催した。このグループは1939年までグループ展を開催した。1896年にはサロン D、 アートアイディリステを設立した。1900年から1905年の間は、イギリスのグラスゴー美術学校で教え、1907年から1937年の間は、ブリュッセル王立美術アカデミーやモンスの美術学校で教えた。ありがとうございます。